作曲家家音音楽楽教師カタルーニャ音楽評論家バルセロナ大学で法律を学び、リセウ高等音楽院では、バスク地方出身の作曲家、オルガン奏者、著作家のアイタドノスティアから、調律、交響学、作曲技術を教えられた。独自性と神美眼を持って腕を磨き、あらゆるジャンルの楽曲を作り、バルセロナ大学とアドリアングアル、 演劇芸術学校で教弁を取った。また彼はバルセロナ、マドリード、サンタンデール、リエイダ、トレド、グラノリエースなど、イベリア半島各地で公演を行った。1971年には、パリのフランス放送協会のドラマ、風のバラ劇中のスペイン系音楽を監修した。カタルーニャ音楽学会のメンバー、カタルーニャ文化評議会の音楽分野の責任者、 オムニウムクルトラル、公共文化諮問委員会のメンバーなどにも名を連ねた。メディア業界では、地元カタルーニャと外国のメディアで、音楽批評の記事を執筆。エル・パイス氏カタルーニャ終盤の音楽批評も言った。墓地は、ムンジュイックにある。彼の生前の活動に関する記録と財産は、カタルーニャの図書館に保存されている。画家のチャビエル・バルス・ズビラーのいとこである。 彼の音楽活動で最も有名なのは、ジュゼップ・マリア・アズピナスと、ジャウマ・ピカス・スイグユーの作詞で作られた、カンダル・バルサである。この曲は、FC ・バルセロナの参加として1974年から使用され続けており、カタルーニャ社会を代表する対外的シンボルとなっている。1966年の、路上の声という彼の名義のディスクに、 バルセロナの青年ミュージカル団による人気曲、ヒゲソリドカット25セントのインストゥルメンタル版が収録されている。バリュスは主に雑誌、新聞で音楽評論を行い、多数の音楽批評本を出版している。ありがとうございます。